はいこんにちは中学受験桜クラチャンネルの滝川直樹ですえ今日は中学予習講座方程式の解き方の3回目です、ね、じゃあ、えー、早速やってみます今日はこういう方程式本当に基本のこれが最終になりますさあ3分の x は q とねじゃあ x いくつだろうかねこれまちあのー、今まではねこんな感じでしたね。 3分の x ってこれ x 割る3ってことですよね。だから割る3はこっちに持ってくると逆算でかける3でしたよね。x は9かける3。だから27ね。これ27入れれば3分の27で9になるわけです、ね。じゃあなんで割る3はかける3で持ってくることができるのか。 割る3左で割る3してたら右にかける3持ってくれば x が出るのかっていうことなんだけどねこれはこういうことなんですよね。方程式というのは左と右が同じ重さであればいいわけです。これね3分の x と q が同じ重さで釣り合ってるわけです。ね、で同じ重さであればいいわけです。そうするとねこの3が 3をなくすためにはね、これね、かける3をすればいいんですよ。ただ3分の3でなくなっちゃうでしょ。1分の1になるでしょ。で、左だけかける3をしても、こっちだけボーンと大きくなっちゃいますよね。だから、こちらにもかける3をして、どちらも3倍にすれば同じ重さを維持できるわけです。ですから、3分の x かける3は、 9×3 になってこちらは3分の3で1分の1で、えー、ね x が 1x つまり x になるわけです。で 9×3 が残って 9×3 計算すると27だってなるわけです。方程式というのは左と右 a と b が等しければ、ね、左にも同じ数 c をかけ右にも同じ数同じ数 c をかけている分には。 重くはなるけれども、同じ分だけ重くなるわけですから、ね、等しいままなんです。これが方程式の、ええー、このね、ええー、まあ、かけ算かけ算して、同じ数をかけて、X を出すというね、えー、そういう、まあ、あの、解き方なんです。さあ、これひたすら機械的にやっていきます。さあ、じゃあ、マイナス5分の X は6だったらどうすればいいか。ね、これ X、X 割る5です。だからこれ、かけるマイナス5。 かけるマイナス5をすれば、ね、えー、これマイナス5分のマイナス5で消えますよね。ちょっとここは丁寧に書きます。マイナス5分の x かけるマイナス5は6かけるマイナス5になりますから、マイナス5分のマイナス5でこちらは1分の1になります。マイナスとマイナスでプラスです。x イコール6かけるマイナス5、x イコールマイナス30です。 さあじゃあその次ね練習していきましょうもうあとはもう簡単です、えー、同じえ機械的な作業2分の1、x、は5さあこの2分の1を消すためにはかける2かける2すればいいだから x=5 かける2ということになりますさあ x は10ですねこれねさあ4分の x は2さあこの4分のを消すためには左にかける4右にもかける4してあげればいい そうすると4分の4になりますから x イコール 2×4x イコール8ということになりますさあ6分の x は2分の1ねこれ分数でもね別に気にしなくていいですこの6分のを消すためには ×6×6 さあ6分の6で x イコール2分の 1×6 ですから x イコールこれ3ですねさあ5分の 1x は3分の1 さあ、この5分のを消すにはかける5かける5ですと x イコールここ5分の5になって3分の1かける 5x イコール3分の5ということになりますマイナス5分の x は4さあこのマイナス5を消すためには左にマイナス5かけて右にもマイナス5をかければいいわけですですからこのマイナス5分のマイナス5で約分して 1x になり 残ったのが四かけるマイナス五、x イコールマイナス二十。さあマイナス六分の x は三分の二。さあこれも左にもマイナス六をかけ右にもマイナス六をかければいい。そうするとマイナス六とマイナス六消えて x イコール三分の二かけるマイナス六、x イコールマイナス四です。 さあ、あと2つ。12分の 1x はマイナス4分の3。さあ、12をかき、えー、引くためには、消すためにはかける12。右にもかける12。12分の12で x になりますから、x はマイナス4分の3かける12。えー、約分していくと、x イコールマイナス9。マイナス4分の x はマイナス8分の1。さあ、左にかけるマイナス4。右にかけるマイナス4。そうすると、 x イコールプラス2分の1ということになりますね。方程式は左と右が等しい式ね左にも同じ数をかけてあげればねえー、等しいを維持することができる。x を求めるためにここが3だったらかける3かける3ここがス5だったらかけるマイナス5かけるマイナス5していれば x が出るんだということです。 さあ次回はえここから本格的にえ方程式をえの解き方をえの計算を学んでいきますいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう